正面が小ホール、左手側が大ホールドーホールで開催されているオーケストラフェスティバルの様子服山芸術文化ホールは広島県福山市にあるコンサートホールであるリーデンローズの愛称を持つ広島県福山市の中心市街地東部に位置する郊外型の商店密集地域である内港と呼ばれる場所にある1991年12月に着工 1994年10月に、春行。1994年11月2日に、開館した。完成当時、同ホールの北側には、入船長と隣接した港町の入り江が残っていたが、その後埋め立てられ、1999年4月に、北向かいのポートプラザヒカがオープンした後に双方への連絡橋が設けられた。建築設計は、日本設計の関西支社。 愛称は、リーデンローズ。市内を流れる足田川や福山城の別名、足用城から取った足と、市の花に指定されているバラとを合わせた造語であり、それぞれ座席には、大ホールは、バラ色、小ホールは、足の色が使われている。当初の計画では、小ホールを中心に据え、左側に、大ホール、右側に、中ホールが設置される予定であった。 中ホールは演劇を主目的とした約700席の多目的ホールであったが予算の関係から建設は後回しとなり大ホールと小ホールのみ着工されたその後中ホールの建設はキャンセルされ中ホールの用地は駐車場となった連絡橋を含めた外交は小ホールを中心とした左右対称となっており中ホールを含めた 計画の名残を見ることができる。内部構造も、小ホールに四側面には、中ホールの増築を踏まえた不自然な名残が残る。オーケストラピットを備えている。客席は3階席まで設置されており、シートはバルコニー形式で多層的に配置され、六角形を基本。設計にあたっては、設計にあたっては、東京文化会館の大ホールがモデルとして採用された。 ただし残響時間に関しては、東京文化会館がやや短すぎるという表があったので、長めの残響となるように考慮された。残響時間は2.0から1.6秒となっており、可動型のステージ音響反射板と、客席側壁の一部にもカーテン開閉方式の簡易的残響調整装置が調節できる。ホールの基本設計はシューボックス型。小ホール入り口前には、 吹き抜け空間が設置されており、中ホール増設時に左右のホールを連結する場として活用できるように設計されており、小ホール周辺の階段やエレベーターなども中ホール増設に対応できるよう配置されている。2階に舞台を見下ろすように、小ホールをほぼ一周する通路が設置されているが、客席は設置されていない。ありがとうございます。